はいどうもこんちゃくれです。ということで今回は2600万ダウンロード含めからこちらが来ましたので動画の方を撮っていきたいと思います。はい、ということで改めまして2600万ダウンロードおめでとうございます。先月ですね2500万ダウンロード福袋が来たばっかりだったんで、正直この福袋登場は、まあ、びっくりしたところであったんですけれども、もしかしたらね2500万ダウンロードっていうところが若干早くダウンロード福袋が来たタイミングではなくて早々にね到達してたのかななんていう可能性も、感じるところであるんですが、まあ、今回ねこの福袋回し1回やっていきたいと思います。で今日追加がね三塁手来たりとか、あとは期待の若手の登場なんかもあったり、しているんですけれども、まあ、この辺に関しては後日ね、また別の動画でやろうと思います。ということで今回のラインナップなんですが、まずは今熱い自チームについてのお話ですね。これ結構生放送とかでもね聞かれることが多いので、まあ、今回自チーム S ランク確定の部分あるっていうところと、まあ、あとは自チーム S 契約書をね、単純に、手に入れたという方、まあ、V ロードとか回っててね、手に入れたっていう方も多いんじゃないかなと思うので、まあ、改めてね解説入れていこうかなと思います。でその後2600万ダウンロード福袋ですね、はいこちらを回して終わるという流れでいきたいと思います。ってことでまずは自チーム評価からやっていきましょう。はい、ということでございまして、まずは自チーム評価からなんですけれども、今回はですね総合のおすすめ度、リアタイ的おすすめ度、リーグ的おすすめ度、以上の3つの観点から評価をしておりまして、 B から特 A で3段階評価をしていきたいと思います。まあリアタイをがっつりやってるよって方はリアタイだけの評価っていうところを参考にしていただければいいかなと思いますし、まあ、逆にリーグだけをねやってるよって方はリアタイの部分は無視してもらってもいいと思いますし、逆にどっちもやってるよって方は、まあ、総合おすすめ度っていうところをね参考にしていただけるといいのかなと思います。さあということでございまして、まず1球団目ソフトバンクなんですけれども、こちらは総合おすすめ度が A、 リアタイ的おすすめ度も A、 リーグ的おすすめ度も A というね、オール A の評価にさせてもらいました。まあここは正直可もなく不可もなくというか、もう安定に普通にやっぱねソフトバンク能力がめちゃくちゃ高いので、まあその部分ではね、やっぱり高い評価になるかなと思います。もしここがねグラシアル選手が能力がそんなに下がってなければ、まあ特 A まで上げてもいいかなっていうラインではあるんですけど、ちょっと野手が決め手に欠けるかなっていうところであるので、こういった評価になってます。ただやっぱり千賀選手とか萌野選手ですね、はいこの辺に関してはリアタイでも強いので、まあ、そこが引けてなければね、強化狙っていくのも当然ありかなと思います。続いてロッテですね。ロッテに関してはですねオール B の評価にさせてもらいました。石川選手が取れてるかどうかっていうところが大きいかなと思うんですが、まあただちょっと今出てる選手はまだそこまで能力が高くない選手が多いかなっていうところなので、なこういった評価になってます。あとは今日追加になってる安田選手とかもエキサイティング登場確定してるんで、まあそうなるとここで無理していく必要も別にはないかなっていう感じですかね。続いて西武ですね。こちら総合 B、 リアタイ B、 リーグ A という評価にさせてもらいました。まあここは前回追加の森選手ですね、はいこちらが取れてるかどうかっていうところが大きいところかなと思います。まああとは正直ちょっと投手陣がねリアタイ的な部分でいうと松本選手が一応強いところかなとは思うんですけど、まあそこまで絶対必須ってわけでもないですし、まあちょっとバランス的には、まあ野手はね殿崎選手、森選手、中村選手の3人がかなりいい能力なんで、まあ狙うならそこかなって感じですかね。続いて楽天でございます。はいこちらはオール特 A の評価にさせてもらいました。まあここは正直ですね田中将大選手、そして則本選手、さらに浅村選手に、あとはブセニッツ選手、そして鈴木大地選手ですね。はいこの辺が特に、まあ、リアタイリーグともにね、強いところかなと思います。まあ本当に投打ともにバランスよくね目玉選手が、9人中まあ5人と言っていいのかな、というような感じになってますので、まあここは取れてない選手が多ければ最優先になるんじゃないかなと思います。ただ僕みたいに田中選手、浅村選手とかその軸の選手が取れていると、まあそこまで優先度は高くないかなって感じですかね。続いて日本ハムでございます。はいこちらに関しては、総合からリーグまで、オール B という評価にさせてもらいました。まあここは宮西選手がね出てるのは大きいんですけれども、まあとはいえ9分の1、まあ、あとは近藤選手とかかな、まあリーグガチ勢のオーダーでも入ってくるところで言うと、まあ近藤選手かなっていうところなんですけど、まあそこまでこのタイミングで優先的に行く必要はないのかなっていうところが正直なところです。で続いてパリーグラスとオリックスですね。はいこちらも上から下まで、オール B という評価にさせてもらいました。まあここは吉田正尚選手、山岡選手の登場は大きいんですけれども、まあ一応山岡選手も野体的にはね全シリーズの方が基本的にはおそらく強いかなっていうところと、またそこが引ければという感じではあるんですけど、それ以外の選手だとちょっとなかなかねリーグ的には入れづらかったりもする部分なんで、まあこういった評価になっております。続いて巨人ですね。はいこちらに関しては、総合からリーグまでオール特 A という評価させてもらいました。ただここに関してはね坂本選手が取れてるかどうかっていうところは非常に大きな、まあ、影響力を及ぼすところかなと思ってて、まあここが取れてる状況であればそこまで優先度高めなくていいかなっていう感じですかね。まあでも坂本選手以外にもサンチェス選手もね今回シリーズ1ではめちゃくちゃ強くなってますし、
まあ、あとは今日岡本選手が追加になったりしているところはかなり大きいのかなと思います。サード B になってるんですよね。これかなり大きいですね。続いて阪神ですね。はい、こちらは総合からリーグまでオール B という評価させてもらいました。まあここはね、今日大山選手追加になったのめちゃくちゃ大きいんですけど、ただここエキサイティングでの登場確定してますし、まあ圧倒的にエキサイティングの方が強いんですよね。ミートパワーどちらも AA で同値が狙えてしまう形になるので、まあやっぱ通常とエキサイティングちょっと開きがあるっていうところと、まあその他考えていってもリアタイ目線でもね、そこまで使いやすい選手がじゃあ集まってるかって言われると、まあ今現状はまだそうではないかなという感じなので、まあここは無理していく必要はないかなっていう印象ですね。続いて中日ですね。はい、こちらに関しては総合 A、エリア対 B、リーグ A という評価にさせてもらいました。まあ中日はここまでですね、そこまでがっつり能力が高い選手が集まってるという印象ではないんですが、まあ、ポイントポイントで使いやすい選手が出てるかなという印象です。まあ特に、この間追加になった木下選手、まあここちょっと限界突破はきついんですけどね、まあミートパワー同値で出てきたりとか、まああとはこの間ね、中継ぎで追加になった福選手とかもリア対では、かなり使いやすいと。まああとは福谷選手とかも強い能力なんですけど、とはいえちょっとここね、柳選手と高橋周平選手、ここの今出てる目玉の2人がエキサイティング確定してるので、まあそういった部分では評価的には高いんですけど、無理に行く必要もエキサイティングを回す人はね、全然ないのかなっていうような、ところでもあります。続いて DeNA ですね。はい、こちらに関しては上から下まで B という評価にさせてもらいました。まあここもね、人によっては行ってもいいかなっていうラインなんですけど、ミート型に寄っているっていうところ、2人ともね、野手の目玉がミート型に寄っているっていうところと、また投手に関しても、まあ、平選手か山崎康明選手、このグランドオープン追加組が、まあ、能力としては高いかなっていうところなんですけど、まあとはいえ必須級かと言われるとそうでもないかなっていうところであるので、まあ行くとしても平選手、山崎選手、佐野選手、宮崎選手あたり狙いになってくるのかなっていう感じですかね。続いて広島ですね。はい、広島に関しては上から ABA という評価にさせてもらいました。まあここもそうですね、全体的にバランスが良くて、投手陣ですでに大沢選手と森下選手、この2人が出てるのがかなり大きいかなと個人的には思っています。で、あとはまあリア対的には評価 B なんですけど、この堀江選手ですね。はい、こちらがかなり、この間も紹介しましたけども強いので、まあそこを狙っていくのも、大いにありなのかなと。逆にだから、まあ総合的にリーグもリア対もそれなりにやってるよって人からすると、まあ相澤選手とかのね、追加も大きいと思いますし、まあ総合的な評価はね、高くなるんじゃないかなと思ってます。で、ラストヤクルトですね。こちら総合が特 A、 リア対が A、 リーグが特 A という形なんですけれども、まあここは正直ね、山田選手、村上選手、青木選手、この野手の3人がかなり強いので、まあそこが3人とも未勝利であれば、まあ優先的に狙いに行きたいかなというところではあります。もちろんタイムセーフでもね、ヤクルト2選手出てくる可能性は大いにあるんですけど、まあただ現役でこの3人のうち誰か1人はね、もっと置きたいかなっていうところもあるので、まあ僕も今ね、誰も取れてない状況なんで、ぜひともヤクルト欲しいところであるんですけど、まあこういった状況であれば、狙いに行くのもありなのかなっていう感じですかね。はい、ということで、まあ改めて総括をすると、今現環境だと楽天、巨人、ヤクルト、この3球団が個人的には、熱いかなと思っております。まああとは正直、そこの球団の所持状況次第、あとは他の球団も含めて、まあ、どの球団が今ね、自分のオーダーに必要なのかっていうところを考えた上で、決めていただけるといいのかなとは思います。はい、ということでございまして、いろいろとお話をしていったんですが、ここからですね、ガチャの方を回していきたいと思います。今回はですね、自チーム巨人でいきたいと思います。まあいろいろ考えたんですけれども、やっぱり坂本選手がね、取れてないっていう状況をなんとか打破したいということで、まあかなり厳しい確率あると思うんですけど、巨人でいきたいなと思います。じゃあいきますか。とりあえず今回は40連ですね。1回目が150エナジーで回せるガチャになっております。で、まあ正直このガチャ回すべきですかっていうところの質問で言うと、まあ無理する内容ではないかな、個人的には正直そう思ってます。無課金の方だとね、結構グランドオープン引いて今このガチャを迎えてるって方が多いと思うんですけど、まあそういった方であれば当然ここは、無理する必要はないです。やっぱりエキサイティングに向けてね、エナジーを、おー4枚目できた、おーマッチありがとうございます。オッケー、びっくりした、何も演出ないとこが来た。そう、エキサイティングに向けてやっぱりエナジーをね、貯めたいタイミングにはなると思うので、まあここは無理するタイミングではないかなというのが正直な個人的な感想でありますね。この金子千尋選手めっちゃかっこいいな、写真。さあ20連目ここ確定ですね。200エナジーで S ランク1人確定です。でこれね、350エナジーで20連目まで回そうっていう方とか、 S ランク確定のとこまで回したいなって思う方もいると思うんですけど、正直20連までっていうのは微妙かなと思います。350エナジーで S ランク1人確定はね、正直コスパとしては微妙ですね。10連だけで S 確定だったらまあまあまあっていう感じなんですけど、それでも悩むレベルなんで、まあ今回のここは、基本的には課金税以外はスルーかなと、課金できる人以外はスルーでいいんじゃないかなと個人的には思っております。さあということで、ここは確定1枚かな。はい、1枚でしたね。さあ行きましょう、20連目。ここで坂本選手来たらめちゃめちゃ激アツ案件だけどな。行きましょう、20連目。はい、
おお、ブセニッツ選手いいっすね。楽天めっちゃ集まるなこのシリーズ。楽天めっちゃ引いてる。これだからあと持ってない目玉、楽天で言うともう則本さんぐらいかな。則本さん、鈴木大地さんぐらいが取れれば正直楽天は満足かなって感じですね。 OK、 ありがとうございます。またこれでちょっと楽天純正一歩近づきましたね。さあ、ということで30連目 S ランク確率2倍、まあ2倍もね、正直引けるの引けないのってとこなんで、まあ前回ヒートアップスカウトね、大爆発感ありましたけれども、あの運をここで、そうだね、このそこの運をここに持ってこれれば同じ確率なんで、さあ頼む。前回あのガチャでは4枚引きをお見せしておりますが、ここはいやーちょっとさすがに、うん、まあ欲が強すぎたかな。さあどうでしょうか。途中演出なくても、あー渋すぎ。はいはい、ということで早いものでもうラストでございます。 S ランクでチーム選手1人確定。いやまあ正直このガチャはここが勝負です。回すならやっぱりここまで回すのが前提なので、確率的にはいくつだ、9分の1か。9分の1、結構きついけどな。まあでも巨人他にもね持ってない選手結構いるので、まあそこも引ければ全然 OK かなって感じなんですけど、まあでもやっぱりここが欲しいですね。はい、ということでいきましょう。じゃあちょっとガチャが今回短いですが、この10連で終わりたいと思います。さあ行こう。とりあえず一番ダメなのは大城選手のかぶりね。大城選手のかぶりだけは絶対にやってはいけない。さあ行きましょう、頼むよ。坂本さんが来たらマジのガチの神引き。おー、よかった、 OK。 これでもう大城さんってことはないっすね多分ね。さあ来た、自チーム確定ニュー演出。さあ誰が来るか、頼む。途中止まらないかな、止まらんか。あー止まんなかったっすね。はい、じゃあ行きましょう。自チーム巨人で引く久々のガチャ、坂本さんが欲しい、マジで。ここで坂本さんが引けたらマジでシリーズ1本当に大きな補強になります。行きましょう、ラスト。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひ戻れければ高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローどうぞよろしくお願いします。行きましょう、ラスト。坂本選手1点お願いします。来い。